はい、ソニーの小林です。この動画は前回の夏休みの自由研究動画に引き続く第2弾になります。前回の動画をまだご覧になっていないという方は動画の説明欄にある第1弾の動画から順番に見られることをお勧めします。前回はディープラーニングを用いてファッションエムニストという教材、データセットを使って10種類の洋服を見分けさせる AI を作りました。今回はこのようなあらかじめ用意されたデータセットの代わりに自分で用意した画像を使って画像を見分ける AI を作っていきたいと思います。今回の実験では皆さんが用意する画像次第で様々な画像を見分けさせることができるんですけれども、動画の中ではあくまでその一例としてグーチョキパーの画像を見分ける AI を作っていきたいと思います。今回の実験ですけれども、前回準備したニューラルネットワークコンソールの Windows 版、これが利用できる環境に加えて150枚くらいの写真を撮影していきますので、これが撮影できるデジカメだったりスマホ、さらに撮影した画像をパソコンに取り込むっていうことが必要になってきます。ニューラルネットワークコンソールクラウド版をお使いの方は動画の説明欄にクラウド版の場合の操作方法について全く同じ内容で別の動画を用意していますので、どうぞそちらの方をご覧いただければと思います。さて、前回の動画ではあらかじめ用意されているファッションエムニストという画像、これを使ってこの画像は T シャツ、この画像はズボン、この画像はドレスといったように全部で6万枚の教材を使って AI を学習させていきました。ここでディープラーニングを使うとたくさんの教材で学習させればさせるほど AI を賢く育てることができるということでしたけれども、今回はこのファッションエムニストの代わりに皆さんが自分でスマホやデジタルカメラで撮影した写真を使ってAI を学習させていきます。今回の実験はこんな流れで進めていきたいと思います。まずはどんな画像を見分けさせてみたいかを決めます。で、ここで AI に見分けさせたい画像の種類が決まったら、今度は AI に学習させるために必要な問題集になるような画像、写真を集めていきます。続いて集めた画像、撮った写真を AI が学習に使う教材の形、データセットという形に加工していきます。そして最後は前回と同じように集めたデータを使って画像を見分ける AI を学習していきます。それでは早速どのような画像を AI に見分けさせるのかを決めていきたいと思います。前回は10種類の洋服を見分けるという AI を学習したわけですけれども、どんな画像を AI に見分けさせると面白いのか考えてみましょう。前回見分けた白黒のいろいろな洋服、この代わりに自分で普段着ている洋服を見分けさせるだとか、家族の顔、誰かっていうのをそれぞれ見分けさせたり、あと例えばカブトムシやクワガタのオスとメスを見分けるであるとか、花とか植物の種類だったりフルーツといったような、本当にここはアイデア次第でいろいろ考えられるかと思います。ぜひ自由な発想で考えてみていただければと思います。ここでいくつかの注意点をお話しておきます。まずはあまり見分ける数を多くしすぎないことです。今回の実験で後ほど一つの画像の種類ごとに50枚くらいの画像を準備していきます。例えば2種類の画像を見分ける場合には50枚×2で100枚、3種類の画像を見分ける場合は 3×50 で150枚っていう画像を撮影したり準備したりすることになります。そして学習に使う画像の枚数が増えると、その分学習が完了するまでの時間もかかるようになります。ですのでこの実験に十分時間を割けるという方は大丈夫かもしれませんけれども、あんまり画像の枚数や種類が増えすぎると画像の準備や学習が大変になるかもしれません。そして次の注意点、すでにその実験に使えるような昔撮影した写真がたくさんあるか、あるいはある程度簡単にいつでも写真を撮影できるような問題にするということです。先ほども話したように画像1種類あたり50枚っていう画像を集めるか、あるいは撮影していきますので、例えばめったに見かけない鳥のような撮影自体が難しいようなものを選んでしまうと、この画像の準備自体に、撮影自体にものすごく手間がかかってしまうということになります。他にも例えば三日月と満月の画像を見分けさせようとすると、三日月が満月になるまでに10日以上かかりますし、天気が悪いと撮影できないということもあるわけですよね。というわけで家の中だったり家の近くに少し出ればすぐに撮影できるようなものをテーマにすると簡単に実験を行うことができるかと思います。そして最後に、あまり難しすぎる問題にしてないこともお勧めします。画像を見分ける問題でも人にとっても見分けるのが難しい、例えばモンシロチョウのオスとメスを見分けるっていうような問題っていうのは AI にとっても見分けるのが難しい問題っていうことになります。あまり難しい問題にしてしまうと、せっかく実験をしても全然 AI が賢くならなかったっていうことになるかもしれません。もちろん時間に余裕がある方、たくさん画像を集めたり
まあ、ディープラーニングがどのぐらいまで難しい問題が解けるんだろうというのを知りたいという方は、まあ、こういうふうに難しい問題にもチャレンジしてみても面白いと思いますけれども、まあ、そういった方もまずは人なら簡単に見分けられるような問題からスタートすることをお勧めします。この見分ける画像の種類、本当に自由な発想で決めていただいて大丈夫なんですけれども、一応この動画の中では最初にお話したようにグーチョキパーの画像を見分けるような AI を作っていきたいと思います。もしどんな画像を見分ければいいか、いいアイデアが思いつかなかったっていう方は、私と同じようにグーチョキパーを見分ける AI を作っていきましょう。さて、どのような画像を見分けるかが決まったところで、まずは画像の種類ごとに写真を用意していきます。先ほどもお話したようにこの動画の中では画像の種類、今回の場合グーチョキパーごとにそれぞれ50枚の写真を用意していきたいと思います。それではスマホかデジタルカメラを使ってグーチョキパーの画像をそれぞれ50枚ずつ撮影していきましょう。ここでのポイントは3つあります。まずはカメラの画像の中央にグーチョキパーだけができるだけ大きく写るように撮影しましょう。小さく写っていたり他の何か余計なものが写り込んでいると問題が難しくなって、まあ、今回この後ご紹介する方法では高い性能が出せないことがあります。グーチョキパー以外の画像を見分けさせたい場合も、見分けさせたいものが写真の中央に大きく写った写真を用意されることをお勧めします。そして2つ目はできるだけいろいろな背景とか見る角度、そして明るさだったり光の当たる角度で撮影しましょう。50枚を用意するときに似たような画像ばかりをいくら集めても、例えば50枚全く同じような写真を連写しても、ここから AI が学べることっていうのはほとんど1枚の画像の知識だけっていうことになります。ですからできるだけバリエーション豊かに、まあ、グーチョキパーの場合手の角度をいろいろと変えたり、まあ、手の握り方を変えたり、まあ、こんな感じで撮影する場所をどんどん変えながら、背景を変えながら撮影していきましょう。さまざまな見た目の画像から学習させることで AI をより賢く育てることができます。そして画像の枚数が全部で80枚よりも少ないと、この後説明する方法では正しく学習ができなくなりますので、最低でも全部で80枚以上は用意するようにしましょう。撮影する画像は画像ごとにぴったり50枚である必要はありません。多少少なかったり多かったりしても全く問題ありませんので、気にせずどんどん撮影してみましょう。ただし画像の枚数があまり少なくなりすぎるとあまり賢い AI ができないかもしれません。逆に画像の枚数を多く用意するほど、 AI に教える画像の枚数が多くなるほど AI は賢くなることが期待できます。ただその分学習に時間がかかるようになって、学習や実験が終わるまでに何時間もかかるっていうことになりますので、たくさんの画像で学習したい場合も、今回の実験ではまずはそれぞれ50枚程度用意して、そこから少しずつ枚数を増やしていくといいんじゃないかなと思います。写真の撮影が終わったら、今度は撮影した画像をパソコンにコピーしていきましょう。コピーの方法はスマートフォンやデジタルカメラによって様々です。まあ、スマートフォンの場合は USB ケーブルでパソコンに接続したり、デジタルカメラの場合デジタルカメラの中のメモリカードをパソコンに接続したり、いろいろですけれども、このあたりよくわからない場合はお家の方にも手伝ってもらいながら、まずはこのように撮影した画像をパソコン上にコピーして閲覧できる状態にしましょう。それでは画像の種類ごとに50枚の画像が用意できたら、これを画像の種類ごとに分けていきます。具体的には例えばグーチョキパーの場合は英語でグー、石をロック、チョキ、ハサミをシザーズ、そしてパー、紙をペーパーと言いますので、こちらのようにロック、シザーズ、ペーパーの3つのフォルダを作って、このフォルダの中に先ほど用意した写真を分けていきます。グーチョキパー以外で実験されている方は、こちらを例えば画像を2つに分けたい場合は2つのフォルダを、まあ、10種類に分けたい場合は全部で10個のフォルダを用意することになります。フォルダが用意できたら、ロックフォルダにグーの画像をこのように選択してドラッグして移動します。同じようにしてシザーズフォルダにはチョキの画像、ペーパーフォルダにはパーの画像をドラッグして移動します。はい、これでロックフォルダの中にはグーの画像、シザーズフォルダにはチョキの画像、ペーパーフォルダにはパーの画像が入っている状態にできたかと思います。このようにすることで AI にこの画像はグーだよ、この画像はチョキだよ、この画像はパーだよというのを教える準備が整ったということになります。それではいよいよ前回と同じようにニューラルネットワークコンソールを使って、今回用意した画像を使った学習をさせてみたいと思います。ニューラルネットワークコンソールを使った学習をさせるためには、まずは用意したフォルダごとに分けた画像を読み込ませていきます。ニューラルネットワークコンソール Windows 版を起動したら、画面左上プロジェクトの下、こちらですね、データセットを選択してください。データセットを選択したら、こちらデータセット作成というボタンをクリックして、一番上にあるこちらイメージクラシフィケーションと書いてありますけれども、画像分類という意味になります。こちらをクリックします。するとこのように画像分類データセットの作成という画面が開くかと思います。いろいろ設定するところがあって難しそうに見えるかもしれませんけれども、一
一つ一つ入力していきましょう。まずはソースディレクトリと書いてあるところの一番右、こちらのボタンをクリックします。するとこちらのようにフォルダを選ぶウィンドウが開きますので、先ほど用意した画像の種類があるところまで移動して、先ほどのグーチョキパーの場合、このようにロックシザーズペーパーのフォルダがあるところまで移動します。ロックシザーズペーパーのあるフォルダにたどり着いたら開くボタンをクリックします。はい、これで皆さんが用意した写真のフォルダを指定することができました。続いて出力ディレクトリを指定します。こちらは皆さんが用意した画像をニューラルネットワークコンソールに学習させるためのデータセット、機械にとっての教材に加工していくわけですけれども、加工したデータセットを保存するフォルダになります。やはり右端のこちらをクリックして、ここでは前回インストールしたニューラルネットワークコンソールのフォルダの下にハンドポーズ、手の形というフォルダを作って、ここを保存先にしていきたいと思います。ニューラルネットワークコンソールをインストールしたフォルダに移動したら、新しいフォルダボタンを押して新しいフォルダの名前としてハンドポーズと入力します。そしてこのハンドポーズフォルダを開いて保存ボタンをクリックします。これで加工したデータセットをこちらのハンドポーズフォルダに保存するという設定ができました。続いて出力カラーチャンネルの3カラー、こちらをクリックします。これは前回のようにモノクロ画像を扱う場合は元のまま1でいいんですけれども、今回用意した写真はカラー写真ですので、こちらを選択するわけです。そして出力幅、出力高さ、こちらにそれぞれ32と入力してください。これは加工後の画像のサイズを表しています。皆さんに用意していただいた写真はかなり高解像度で綺麗な写真ですけれども、ディープラーニングでこのような高解像度の画像を扱おうとするとものすごく計算に時間がかかってしまって、スーパーコンピューターが必要になってきますので、皆さんのパソコンでも十分学習ができるように 32×32 ピクセル、このようなギザギザになるまで画像を縮小していきます。最後に出力ファイル1と出力ファイル2の右側、割合というところにそれぞれ80、20という数字を入力してください。今回皆さんに画像の種類それぞれについて50枚画像を用意していただきましたけれども、そのうちの 80% を学習用に、残りの 20% をテスト、 AI が勉強した後の成績を測るために使うということを表しています。ここまでできたらようやく画像を読み込ませる準備が完了しました。こちらの設定、どこか1点でも間違えているとこの後説明する方法では学習できなくなる可能性がありますので、入力した内容が合っているかよく確認してからこちら適用ボタンを押してください。適用ボタンを押してしばらく待つと、このようにデータセット画面にトレイン .csv とテスト .csv が表示されるかと思います。それではこちら読み込まれたトレイン .csv を開いてみましょう。トレイン .csv は AI が勉強するための教科書として使われる画像で、私の場合全部で107枚の画像になりました。画像を見てみると、前回の実験では0は T シャツ、1はズボンを表していましたけれども、今回の場合グーが1、チョキは2、パーが0になっていることがわかります。同じようにしてテスト .csv を見てみると、全部で27枚の画像があることがわかります。こちらも同じようにグーは1、チョキは2、パーが0になってますね。もし何かエラーになるとか、このようにトレイン .csv とテスト .csv が表示されていなかったり、画像が白黒になってしまっていたり、このように 32×32 ピクセルのギザギザの画像になっていない場合は、どこかで操作を間違えた可能性がありますので、少し戻って操作をやり直してみましょう。さて、ここまで来ればあと少しです。左上こちらのプロジェクトをクリックして、プロジェクトに戻って、今度は文字列を入力して検索のところにこちらの綴りでレズネット -110 と入力します。アルファベットはすべて小文字ですので、こちらはご注意ください。するとこのように今入力した文字列レズネット -110 を含んだプロジェクトがいろいろと表示されますけれども、この中で一番シンプルなレズネット110と書いてあるプロジェクトをクリックして開きます。こちらをクリックすると、前回と同様にデータセットをダウンロードしますかというダイアログボックスが開きますけれども、今回は皆さんが自分で用意した画像を使って学習していきますので、こちらのデータセットのダウンロードはいいえを押してスキップしてしまいたいと思います。もし間違えてはいを押してもダウンロードする時間を待つ必要があるだけで特に問題はありません。ということでプロジェクトを読み込んだら、こちらも前回と同じですね、データセットと書かれているところ、こちらをクリックします。このデータセットは AI が勉強するための教科書ということでしたけれども、こちらの URI と書いてあるところの右にあるデータセットを開くというボタンをクリックします。データセットの一覧が表示されますので、この中でトレイン .csv という先ほど読み込んで作ったファイルをクリックします。するとこのように AI の学習用の教科書として先ほど用意した画像を読み込むことができました。同じようにして今度はテスト用の
AI の成績を測るためのデータセットを読み込んでいきます。画面左上にトレーニングバリデーションと書いてあります。トレーニングは英語で学習、バリデーションは検証という意味ですけれども、この検証の方バリデーションをクリックします。そしてまた URI 右の方のデータセットを開くボタンをクリックして、今度は先ほど読み込んだテスト .csv の方をクリックします。これで AI に解かせるテスト問題として先ほど用意したテスト用の画像を読み込ませることができました。それぞれに正しく画像が読み込めたかどうかはこちらの左上のトレーニングバリデーションをクリックすることで確認することができます。私の場合トレーニング学習用に107枚、バリデーションテスト用に27枚の画像が読み込まれました。さて学習を行うためにはもう少しだけ設定をする必要があります。データセットの隣のコンフィグと書かれているところ、こちらをクリックして、こちらのバッチサイズと書かれているところ、最初は128になっているかと思いますけれども、こちらに16と入力してください。こちらの設定は詳しくは解説しませんけれども、元の128というのは何万枚という、ある程度たくさんの画像から学習するときの設定になっています。今回用意した画像の数は100枚程度とかなり少なくなっていますので、ここには16と入力するようにします。次に前回も使った編集タブをクリックして表示します。こちらにはグレーだったり青だったり赤のブロックで図が書かれていますけれども、実はこれは機械の脳の設計図になっています。こちらのスクロールバーをドラッグして機械の脳の全体像を見ることができるんですけれども、一番下までスクロールしていきましょう。そうするとこちら一番下から2番目にある A から始まる青いブロックがあると思いますので、こちらをクリックします。すると今度画面左下にレイヤープロパティというのが表示されると思います。このレイヤープロパティの表の上から3番目、アウトシェイプと書かれたこちらの項目があるかと思いますけれども、この10と書かれた箇所をクリックして、ここに見分けたい画像の種類を数字で入力します。10種類の画像を見分ける場合は元のまま10で大丈夫ですけれども、グーチョキパーを見分ける場合は3種類ですので3と入力します。お待たせしました。これでようやく学習の準備が整いました。前回と同じようにして編集画面、画面右上の実行ボタンを押して AI に学習させてみましょう。やはりここで学習がうまく始まらない場合は何か設定を間違えた可能性がありますので、少し戻って学習用テスト用のデータセットやバッチサイズ、見分ける画像の種類が正しく設定できているか確認してみましょう。しばらく待つとこのように前回と同じようにグラフが表示されるかと思います。パソコンにもよりますけれども、学習完了までには早いパソコンで数十分から1時間、まあ、遅いパソコンでは何時間かかかるかと思いますので気長に待ちましょう。前回のファッション M の人では6万枚の画像を使って10エポック10回繰り返して学習していましたけれども、今回私の場合はたった107枚の学習用画像で全部で120回繰り返して学習したことがわかります。前回同様にこのグラフを観察して AI が学習の結果賢くなったかどうかを見ていきましょう。学習が進むにつれてこのように赤い点線が右肩下がりで小さくなっていれば AI は正しく学習できたと考えることができます。もし赤い点線の値がどんどん小さくなっていない場合は100枚程度の少ない画像から学習するには少し難しすぎる問題だったのかもしれません。 AI が正しく学習できているようであれば、このグラフが表示されている状態で右上の実行ボタンを押して AI にテストを受けさせてその成績を確認しましょう。前回と同じように Y-0 から Y-2 の列が追加されて、これが AI が答えた回答ということになります。先ほどデータを読み込んだ時にグーは1、チョキは2、パーが0になっていました。こちらはグーの画像、Y' の値を見ると Y-1 の値が一番大きくなっているということで、 AI はこの画像を正しくグーと答えたということがわかります。混同行列の方も見ていきましょう。アキュラシーを見ると 0.85 ということで、今回学習した画像は 85% の画像を正しく見分けているということがわかります。そしてこちらも前回と同じように間違ってしまった画像についても確認していきましょう。例えばこちらは2番チョキの画像を0パートを見間違えた画像が1枚あるということを表しています。こちらをダブルクリックするとこのようにチョキをパート間違えた画像を確認することができます。背景と手の色が似ているので確かに見分けるのが難しそうな画像になってますよね。他の画像も確認したい場合はもう一度混同行列に戻ります。例えばこちらは2番のチョキを1番のグーに間違ってしまった画像、こちらも1枚あるようです。同じようにこちらをダブルクリックするとチョキをグーに間違えた画像を見ることができますけれども、この画像は明らかにチョキですよね。ディープラーニングでは50枚程度の画像を学習した程度ではまだこのような簡単な間違いをしてしまうことがあります。しかしこういった画像を1000枚1万枚と増やしていくことによって、人が勉強する時よりもはるかにたくさんの画像から学ばせることによって、
人を超えるような高い性能が実現できることが知られています。いかがだったでしょうか。ディープラーニングを使って AI に画像を見分けさせる、中には少し難しい操作もあったかもしれませんけれども、基本的にはたくさんの画像を用意してそれをもとに AI を学ばせるだけで画像を見分ける AI を実現できることがお分かりいただけたんじゃないかと思います。グーチョキパー以外の自分でどんな風に AI に画像を見分けさせたいかを選んだっていう方は、どうして AI にそんな風に画像を見分けさせようと思ったのか、実際に自分で画像を集めてみてどんなところが大変だったか、工夫したところはどんなところだったか、さらに自分で用意した画像を AI に見分けさせてみてうまくいったかうまくいかなかったか、 AI が画像を見分けた結果を観察して感じたことなんかをまとめていただけるといいんじゃないかなと思います。